内輪はシモクザメは、シュモクザメ科に属するサメ。古い本の中では、ボンネットシュモクザメとも呼ばれている。全長1.5メートル。シュモクザメ科の最小種で、通常全長1.0から1.2メートル。最大で1.5メートル程度である。頭部は大きく湾曲しており、横への張り出しが弱い。ハンマーというより、シャベルやスコップの形に近く、他のシュモクザメ類と区別がつきやすい。 このような形になったのは、本種が他の種目ザメに比べ、より沿岸に適応したためであると考えられている。サンゴ礁や磯など障害物の多い環境を自由に泳ぐ際に頭部の張り出しは縮んだものとなり、同時に体の小型化が進んだ。あるいはもともと体が小さい分、他の種目ザメ類との競合を避けるために、独自の進化を遂げたと考えられている。北米及び、 南米大陸沿岸にのみ生息する。大西洋側では、北米東岸から、キューバ、バハマ、カリブ海を通って、メキシコ湾、ブラジル沿岸まで、バミューダ海では見られない。太平洋側では、カリフォルニア南部からエクアドル沖まで、水深の浅いところを好み、浅い湾内や珊瑚礁、砂泥室の海底、川口域などに現れる。普段は15尾以下の群れで泳ぐが、 季節回遊の際には数百尾の大群になることもある。温暖な環境を好み、海水温が低下する陶器には赤道付近に移動する。逆にカキには高緯度海域に回帰する。小魚や甲殻類、陶足類を捕食する。フロリダ州アメリカ海洋大気庁の研究者、ダナベスの研究によると、メキシコ湾で捉えられた個体は胃の内容物の半分以上が海藻類であり、 血中から海藻由来の炭素が発見され、腸内からは植物の主成分セルロースを分解する酵素、β グルコシダーゼがサメの仲間で初めて発見された。このことから海藻類も重要な食料としているのではないかと考えられている。体制、地球内で孵化した胎児は卵黄の栄養分を使って成長する。サメの中で最も妊娠期間が短く4から5ヶ月間。 メスは35センチメートル程度の子供を4から14、ビウム。また、2001年にアメリカの水族館で単性生殖したことが確認された。軟骨魚類では初めての記録である。沿岸性で観察しやすいこと、小型でおとなしいことなどから、種目ザメ類の中では生態研究が比較的よく進んでいる種である。出産の観察例もある。小型でおとなしく、 まず人を襲うことはない。ただし葉は鋭いので、驚かせたり、不用意に手を出したりするようなことは避けるべきである。ありがとうございます。